マピオキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースザ・オールマイティ・グンバカッコトロールということで、クリボーは神ということでしょうか。神だかなんだか知んないけどな、この全知全能のピオキング、必ずやお前をぶっ倒してみせるぜ。目洗って待ってろ。僕いつも思うんですよ、オープニング長くない？もう僕みたいなしょうもない雑談はいらないと思うんですよ。なんで今日は雑談なしでこのコースクリアしていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.72% でさ、最近僕めっちゃハマったものがあって、大阪に住んでる方すごい羨ましいなって思うんだけど、ポップコーンパパの梅カツオって知ってる？多分大阪に住んでる方知ってるんじゃないかな。あれ超うまくない？めちゃめちゃハマってそれを買うためだけに大阪に行こうかなって思うんだけど、いやこれ何を見せられてんの？なんかオートスクロールはいいんだけど、上にクリボーがいてさ、これトロールコースなんじゃないの？あー分かった分かった、クリボーが最強だとそういう演出を見せられてるんだよきっと。あーなるほど、そういうことね。そしてあの扉、開幕とんがりコーン。ごめんね、なんかポップコーンパパの話に夢中でさ、最初全然忘れてなかったんだけど、これさ、クリボーが一個一個敵をさ蹴散らしてるよ。だからこのハナちゃんもこのオンオフによって蹴散らすっていうことなんじゃない？いやーなるほどね、それを全部クリボーがやってるみたいな。でこのでかいノコノコもクリボーが倒してると、そういう演出なんだよきっと。いやー面白い。だから次も多分ね、クリボーが何か仕掛けてくると思う。だからそこんとこ気をつけよう。なかなかやってくれるじゃねえか、この茶色の両使い口がよ。じゃあ一番左から行こうか。ピンコイン何枚ぐらいあった？1、2、3、4。じゃあここは右ダッシュだ。そしてオンオフブロックの向こう側に行く。じゃあしゃがんだまま右を進化してみる。あ、分かった分かった、あのクリボーとクリボーの間にいればいいんだね。だからさ、この辺に置っとけばよけれるみたいな。クリボーめ、奈落の底へ落ちてる。そしてここは2分の1か。今日は成功させるよ、右が正解だ。すごくおかしい、僕の2分の1の世界線どうかしてるぜ。50分の1ぐらいの確率しかないね。でここでキノコを取っても先に進めないよね。だってさ、ここバーがあるもん。いやでもここで一旦当たれば何か変わるみたいな。あー、こういう仕掛けになってんのね。そしてこのまま下に行けるっていうことか。 P ずっと発動してる？発動してないね。そしてドクロルートになってさ、パウブロックに挟まれる。これなんか嫌な予感しかしない。大丈夫か？いやこの音楽は大体まずいやつだ、やめて。じゃあここのキノコを取らないで右下にやれっていうこと？いやちょっと待って、来んなってキノコ、そっちに来るのか。あでもさ、このガリガリの中なんじゃない？あそういうことね。そしてこの右下に行くのか、左上。でも左上絶対これ壊れないよね、鉄球が入ってんのかな。いやちょっとちくわ。オッケーオッケー、あー何も入ってないか。じゃあここ辺に、あーなるほどね、ボム兵が入ってくれてると。そしてこのキノコを取って左上に行けば、もう中間ポイントあってもいいよ。ここの場面は終わりなんじゃない？いやーそうだね、オッケーオッケー。それじゃあ次の場面に進もうか。今日は短いね、一個一個が。そしてここで2個目のピンコイン、あ1個目か、1個目のピンコインか。じゃあ次は赤い土管の方行こうか、こっちの方行きたいと思います。そして次は青と緑で終わりだね。さあ次はどんなクリボーが待ってるんだろうね。何もしないでいいよ。そして僕はもうあのファイヤーを取る、それで合ってるきっと。あ待って、ここ始まるよ。くっそ、もうこれに気づけんかった。僕はトロールコース引退したいと思いません。じゃあ何もしないで右の方行ってみようか。そしたらバブルが落ちてくると思うんだけど、危険だ、一旦右に行って左に逃げよう。あれ何もなんないね。ジャンプしたら何か変わったんだけど。もうそんな一回一回引っかかるかよ。そしてここは何もしないで扉に入る、きっとこれで合ってるよ、わざわざ上に行かなくていい。さあこれで中間ポイント取れたね。じゃあ次の場所に行きますか。これで2個目のピンコインでしょ。あこっから出てくるんだね。そして次は中間ポイント取って青の土管行こうか。いや今日めっちゃ短くない？尺的に大丈夫かな。まあ早く終わったら他のコースもやっていきたいと思います。そしてここはもうやめてって、そういうのバネフューチャリングクリボー。じゃあここはすぐ右に行って、あのバネ&クリボーをかわす。あここ来たところだった。
違うんだって。よしよし、次はちゃんと戻ってきたよ。こういうお茶目なところも見せておいて、女性の心をわしつかみにするのも僕の魅力。しゃー、そういや僕の動画を見てくれてる中で女性の割合って 9% ぐらいいるんだけど、その 9% の方は今の僕の行動で母性本能バリバリ出たね、きっと。こっちは規制しか出てないんだよ。じゃあここは一旦右行く、そしてここで左行ってかわしてからの右に行くっていうことなんじゃない？オッケーオッケー。もうクリボー出すぎでしょ、もう怖いって。もうパッパラッパパッだってもう。え、鍵は？え、これ鍵手に入れる、絶対隠しブロックあると思うんだよね。なんでこの辺からジャンプして鍵を取って鍵ドアに入る。左の50コインすげー行きたかったな。いやちょっと行っていい？今からめっちゃ気になるんだよあそこ。なんでちょっと戻ってみていいかな。いや嫌な予感しかしねえな、あそこ絶対隠しブロックっていうパターンなんじゃない？みんなゴミでこんなことに付け合わせて。でもめっちゃ気になるんだよね、ここでね隠しブロックだとは思うんだけど、何が出るんだろうね。スプラトゥーン、残り最後だね。めちゃめちゃ展開が早いけど、本当にこれで終わらせてくれんのかな。いい加減にせんか。マジでやばいね、今回クリボンの量が99体まで確か使えるはずだから、マックスまで使ってると思うんだよね。そしてこの下のキノコは絶対に怪しい。だから左も怪しいけど、こっちが正解なんじゃない？隠しブロックとかあったら終わりなんだけど、あ、ないね。ここ左絶対行かない方がいい。僕行くと思ってるでしょ、絶対行かないからね。僕褒めてほしい。左絶対助かるすべなんてないじゃん。そこを勇気出して突っ込んでた僕を褒めてほしいね。いや、そういうのをするのが嫌いな方もいるんだけど、一旦置いとこう、一旦置いとって僕を褒めちぎって。隠しブロックあるんかーい。まあでもさ、これで終わりなんじゃない？僕がね、完全に忘れてたわ。ドロールコースやってたらこういうことってあるよね。そしてここは地下ブロックを、じゃあ一緒に。何ビビってんだ、マリ。そこは一緒に落ちなきゃダメだよ。そしてここでキノコを取っていく。そしてこのブロックを壊していけっていう感じでしょ。邪魔されたね。あ、でもなんか矢印左って書いてる。あの土管に戻れってことかな。じゃあここは？もうお前は見飽きなんだよ。じゃあキノコ取ってこの場所にいるんだけど、こっから左に戻ったらもう終わりっていうことなんかな。これで先進める？いや何も変わってないよね。そしてもう一回戻れっていうことなんかな。そしたらなんか変わるみたいな。あー、なるほどね、あの砲台が開くのか。よーし、つけこの雑魚が。っていうかさ、ここ基本音がないからめっちゃ寂しいんだよね。もうドクンドクンしか言ってないもん。本当にこれ合ってる？上行っていい？すげえ怖いんだけど。行った瞬間すぐ左。オッケー。あの記録は取らなくてよかったんかな。オッケーオッケー、これで終わりっていうことなんじゃない？そしてこの緑の土管に入っていけばいいのか。うわ、2周目とかないよね。めちゃめちゃ怖いんだけど。あれ、鍵ドアどこにある？あー、ここにあったね。それじゃあこれでゴールさせてくれるんでしょうか。頼む、ゴールさせて。やった、クリボーは襲ってこない、大丈夫？やった。襲ってこい、そこは。ちょっとクリボー落ちると期待してたよ。まあでも2周目なくてよかったね、めっちゃドキドキしてた。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー181ということで。いやごめんね、おさまでを見た時点で笑いを耐えてて。もう何なのこれ、絶対面白いことが起きる予感しかしないじゃん。いや非常に僕が好きそうなコースですね。サムネを見る限りさ、ドクロリフトに乗ってバネに挟まれながら進んでいけっていうコースでしょ。しかもさ、その上に砲台があるっていうのがちょっと謎なんだよね。一体これはどういうコースなんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.67%。 そんでさ、こういうわけわかんないコースって鬼畜なコースって多いよね。なんでなんだろうね。それじゃあまず早速このドクロリフト乗っていきますか。で、時間は10秒しかないっていうことか。いや乗せてよ、多分ヒップドロップしたのがいけなかったんだろうね。じゃあここは一旦乗っていいのかな。一旦乗って、おお。足音がすごいな。でこっからどうするの。意味が分かんないよ。いや待って、マジで謎なんだけど、とりあえずこれ乗って先に行くことは合ってるんだけど、この足音がやばい。上行っていいのかな。上行ってこっからジャンプ、あ、これであのゴールに行けっていうことなんだね。まあそんな簡単には行かせてくれないよな。
何回聞いても現れるわこの足音。じゃあここでタイミングよくジャンプ。うわ、あの砲台が邪魔でさ、上に行けないね。スタートの位置が大事なんだろうね。とりあえず開始速攻バネに乗ってるんだけど、さっきのけど動画違うじゃねなんか運ゲー要素強くない？これなんかさ、足音がタタタタタタってなるときとボヨボヨボヨってなるときがあるんだね。一旦上行ってみる。うわ、ちょっと酔いそう酔いそう。あ、これ落ち着いてるよ。こっからジャンプ。うわ、やっぱ砲台が邪魔してくるんだよな。なんでスタートちょっとずらそうか。1秒後ぐらいに行ってみる。今多分ね、このぐらいのタイミングでちょうどいいかもしれん。ちょっと上に行けないんだって。ジャンプができない。ジャンプ。オッケーオッケーオッケー。ここからジャンプ。うわ、惜しい。多分このタイミングでいいね。さあ、攻略法が見えてきたよ。多分ね、これでいいと。いや違う、まずいまずい。そっちはダメだって。右に行って回り。こっちはもう落ちるしかないじゃんか。よく思いつくよね、こんなコース。もうこんなバネと戯れるなんて、僕のためにあるコースだと言っても過言ではないね。じゃあここでジャンプして、はい、右からのゴール。シャーオイエーマリオタイム。いや、本当にこういうバカみたいなコースめっちゃ好きやわ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、相棒20秒ということで、いや、シンプルでかっこいいね、相棒っていうタイトルで。説明文にさ、トゲゾウと一緒に進んでいくスピランですって書いてるんだけど、きっとトゲゾウと協力してゴールを目指すコースなんだろうね。いや、めっちゃ楽しそう。こういうちょっと変わったスピランって結構好きなんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.67%。 いや、でもね、僕スピランってマジでそんな得意じゃないんだよね。で、トゲゾウマリオのままゴールで、ね、まあスピランの始めって大体こんなもんでしょ。まあ反動できただけまだ良くない？じゃあここで投げるからの Z、 そしてこっからどうすればいいの。いや、やっぱ早いね、スピラン全然ついていかない。邪魔すんな、オープン。いや、久しぶりにスピランやると全然目がついていかないわ。まあヒントが書いてあるだけすごい優しいんだけど、ここで Z の投げるタイミングがここ悪かったんだろうね。いや違うんだって、地味に難しいんだって。ここちゃんとやっておこう。実はピオキングって下手なんじゃねえって思われるよ。まあ僕下手でいいっていつも言ってるんだけど、まあ、ぶっちゃけね、下手な人の動画見る方がめっちゃ面白くない？ここでジャンプジャンプ投げる。ちゃんと乗ってくれよな。そしてここはしゃがくるんか。いや、自分の反応が遅えな。もういつクリアするか分かんないから常にしゃべり続けていこう。もう1時間かかっても2時間かかっても、いや3時間かかっても、僕はスタートから流し続けていくさ。いつもね、喋り続けながらやってるんですけど。じゃあここでシャガクレーンからの Z、 そしてここはジャンプ。なんなんだそのやられ方は。いや、あんなやられ方はないでしょ。いや、ブロックに挟まってやられたってことでしょ。いや、タイミングがね、ちょっと難しいよね。もうタイミングゲーだね、むしろこのコース。もうスピランというよりタイミングスピランみたいな。何言ってんだろうね。あ、間違えた。だいぶ感覚戻ってきてるね。やっぱやっていくうちに感覚って戻ってくるもんなんだね。前は結構スピランやってたんだけど、今全然やってないからさ、まあ、それを言い訳にしておきます。さあ、ここでシャガクレーン。そして次のタイミングはまだわかんないよ。ここでジャンプ。なんで止まるの。ここのタイミングがちょっと難しいね。いや、本当によく作られてんな、このコース。ちゃんとこのトゲゾウがいい場所にいいタイミングで来てくれるんだよ。こういう調整できる人ってマジですごいと思わない？なかなかできないよね。じゃあここだったっけ。いや、次か、次のタイミング、ここのタイミングでどう。オッケー。そしてここで投げる。これに Z でジャンプ。トゲゾウ。いや、まさか相棒のトゲゾウから裏切られるなんて思わなかったね。マジで悔しい。あそこでしっかりとシャキーンってできてればゴールできてたんじゃない？残り秒数も少なかったしさ。まあまあまあ、これでしっかりとゴールして僕が上手いということを証明するんだ。さあ、ここでクレリーガーの Z でシャキーン。来た、ここで Z。 やったー。おいで、マリオタイム。いや、なかなか手こずったね。でもこういうちょっと変わったスピランってめっちゃ楽しくない？どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。